来いよ、ほら、来いよ、前ら来いよ、どうもどうも、来いよ、来いよ、ほら、なんでなんで来ないの、負けてんだ、はい、行けよ、3人、写真じゃないんだから、あの小島選手、斉藤選手、川端選手です。で一言ずつ今の現状喋ってもらいましょう。ダメだ。もう今どういう風にあれだ。何を目指してやってるか。はい。はい。少しでもチームに一軍が勝てるような戦力になれるように頑張ります。真面目かっつって。普通やねえかよそんなんなあ全然伝わんないよ だと思ったんですけどね。それは伝わんないよ。ファンに伝わるようなことだ。俺が何をするとか言ってさ、僕が何とかしますって言ってみろよ。ちょっと何かを生かしていきますってこと。僕が声を出して頑張ります。お前声出さないって。終わった。あまだ大丈夫だ。めっちゃ難しい。次じゃあ投手と、はい、そうですね、3段落ちだからな、はい、まあ途中でそうですね、まだだ、ここぞというところに、力になれるようにしっかりと頑張っていきます。真面目かな。普通じゃないでしょ。真面目か、うん、あそっかそっか、俺だけか真面目じゃない、うん、ここ真面目のコメントです。真面目なコメントです、うん、いいのそれだけでいいの。僕は頑張る。頑張る。よしじゃあ川田頑張ります。よし頑張れ。いやそれだけかよ。はい、ちょあれだ、まあ、前らには悪いけどお前言ってたぞ。かまたこれ昨日福良さんと喋ってて、はい、いや右の外野ちょっと惜しいわ川端の野郎っつってこう思ったらなんかぎっくり腰、はい、で腰が痛いとか言って本当に必要な時にあいつ使えねえっつって怒ってたよ。そうっすね、福良さん、うん、それを反省を踏まえて、はい、うん、反省してます。反省を踏まえて一言だったのに、反省を踏まえて一言言えって言ったのに、反省を踏まえてこうね、うん、一軍に向けて一軍に向けて、ああ反省してます。反省しよう。いや反省だけダメ、まだ始まったばっかなんだから、はい、さあ反省しなきゃいけない、いっぱいいんだな、お前。まだまだよ、まだまだ未熟者ですが未熟者ですが一生懸命頑張ります。ふざけるな、ふざけるな、よろしくお願いします。ふざけるな、もう、ほんとね、最後に、北田さんもよろしくお願いします。未熟者のメンバーですが今シーズン必ずやこのメンバーが一軍の舞台で活躍してくれる場が必ず来ると思います。少々お待ちを。